それではエクササイズ2を弾いてみたいと思います。ここでは5弦3フレットのドの音、そこから横移動で弾いていきます。ですね、5弦3フレットから1弦10フレットまで、そしたらここをまた下がります。それではカラオケに合わせて弾いてみます。